1986年の阪神タイガースでは、1986年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。1986年の阪神タイガースは、2回目の吉田義尾監督体制の2年目のシーズンである。前年の日本一チームとして開幕を迎えるも、本拠地の甲子園球場が高校野球で使えず、敵地での開幕カードで対応に3盾を喫する。 最悪のスタート。4月20日には、掛布正幸が死休で右手首を骨折し、復帰後も打撃不振に苦しみ、さらに AS として期待された池田下沖も5月27日にかかとを骨折し、シーズンを棒に振るなど故障者が続出し、6月中旬まで借金生活が続く。しかし、前年三冠王のランディバースがこの年も打撃好調をキープ。 6月26日に日本大記録の7試合連続本塁打を果たすと、チームはこの試合から9連勝を記録し、首位戦線に浮上。8月5日には、首位巨人に3ゲーム差まで迫るが、そこから、シのロードに突入し6連敗で優勝争いから、脱落。結局2年連続3冠王のバースを除く選手が、のきなみ成績を落としたチームは、最後は3連敗で、 貯金ゼロとなり3位でシーズンを終えた。本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の挙集は、球団職員または、スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合や亡くなった場合のみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身もしくは、 挙手不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。色付けは規定等級回数以上の選手。ありがとうございます。